どうも皆さんこんばんは、イルカケです。今回はですね、またバイオハザード RE3 やっていきたいなと思います。ね、前回かな？前回、ジルが、どうやら、ね、列車の爆発に巻き込まれて、意識不明の状態で、まあ、カルロス視点にまた移り変わったと。ここには近づかない方が良さそうだ。Keep out! 入るなってか。入るなっていうか、入れねえってか。まあ、どっちでもいいんだけどさ、もう。あれ？そういえば確かさ、ここに確か、あれだよね。RE2 の。何これ？え？ ID カードの機能強化。取り扱いに十分注意し、はーい。あ、これじゃない？おお！当たってた。アサルトライフルの弾。まあ嬉しいけど。で、もう、何の話なんだっけ？あ、そうだそうだ。ここにさ、今ハンドガンの弾が見えるけどさ、ここに確かさ、人の死体、てか、あったよね、確か。うわぁ、なんかこれ、バイオ RE2 を知ってるから、なんだ？撃つぞ。リッカ？いや、じゃあやっぱバイオ RE2 でも、バイオ RE3 でもやっぱ、ここでリッカが出るんだね。リッそれはカ？仕業じゃない。リッカっぽいよね。あ、うお。体が動いてるってことは、まだ多少なりとも意識はあるんだろうな。うわぁ、これ多分リッカーだろうな、絶対。ここから逃げたのか。よし、お出ましか。お願いだから、リッカーで横やりを入れられるのが一番嫌だ。弾は全然大丈夫だ。待って。やっぱな、俺はリッカーだ。多分リッカーが来ると思うんだよね。おやすみ。ずいぶん。そう、この警官意外と硬いんだよ。このおデブちゃんの警官。いなくなってる。あ、生きてる。よし。本当だよ。パーティーでもやるってのか、今日は。ないね。これはレオンが来た後の、いや、でもそうだよな。さっき警官が生きてたってことは、やっぱレオンが来る前の話なのかな。ぶっ壊してやりてえぜ。な、テレビではありえない絆とできたけど、まあ、それはいいとして。先行手榴弾。こっちからは、ね。RE2 ではこっちからね、上から登って行ったよね。確かこっちがね、開いてなかったんだよね。開いてるのか、こっちが。ああ、いける。うわあ。聞こえるか。ここには未知の何かがいる。強敵かもしれん。未知の何か。CP。わかった。カメラで捜索してみる。気をつけろよ。うわあ、これもあったわ。ねえ、前のね、バーリー、ね、RE2 の時のメモね、捨てちゃったからわかんないよね。ただ一応ちょっと、覚えておいた方が良さそうだな。さて。ペンはあった。ペンはあったけど、紙がねえ。紙がない。どこだ？紙がない。ああ！鍵がないぞ。おやおお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 お
これでいいや。よいしょ。
さあ、一応メモっとこうね。一応メモっとこうね。いろいろハプニングがあったけど。よーし。前ね、ここは開かないか。で、こっちはいけるか。おお、痛い。痛いな、もう。おお、上質な、やつらが。お前もかーい。いや、お前は別に足らん、来なくていいよ。ずいぶん歓迎されてるね、ほんとに。いや、多すぎね、ちょっと。痛いって。おっ、肘を入れられる。カルロスは肘なんだな。無体式お願いだから勘弁してくれたな。お願いだから勘弁してほしいな。ちょっとね、危ないかってくる。あれ、ここは前入れたんだけどね。入れないね。あ、こっちはいつも通り。これは、ID カード。ありがとう。なんだっけ。スコープ。アサルトライフルのスコープ。いるのかな？あ、ん？サイト。あれかな？ああ。おお、びっくりした。あ、アティアス、ごめんね。俺ね、あの死体に興味ないから。死んじゃったらそこでおしまいよ。番号なんだか忘れたよ、もう。番号あったかな、確か。うん、番号多分ね、捨てちゃったね。うん、捨てちゃったからないわ。うん、覚えとこう。覚えとくに、覚えておこう。覚えてればを覚えとこう。あ、供述調書。ロドニー・グレイ、無職、元電気工、爆発物製造および不法所持、物騒な事件をやるアホがいるもんだ。1998年9月18日、ボックス通り、1442番、二郎城でいいのかな、わかんないけど。不審な行動を取る容疑者を発見。所持品検査をしたところ、内ポケットより小型爆弾と時限装置が出てきたため、現行犯逮捕した。自宅より製造途中の爆発物が20個以上見つかっている。ひどく興奮し取り乱している。聞き取れた単語、雨、死体、もうすぐ。突然飛び下がりさせたため、閉じれば一時中断。大会後はぐったりした様子でぼそぼそと話す。俺はみんなのためにやったんだ。だってみんな知らないだろ、死体が暗闇から狙ってることを。雨が降っても傘はダメだ。濡れるのが嫌なら吹き飛ばすしかない。もっとたくさんの爆弾がないと。ああ、来る奴らが、もうすぐ急がなきゃ。焼くんだ、死体を焼くのだ。そうだろ、ブルブルと震え叫び始めたたびとリジラビを終了。鎮静剤を投与する。精神状態が不安定で、症状がコロコロ変わる。妄想がひどく会話にならない。医師の鑑定結果を待つ。押収した爆発物は非常に高い精度で威力がある模様。起爆装置の電池を外した状態で鑑識に回す。電池は備品保管庫にて保管。これ、ああ、これ、本、レオンの机か。バイオ RE2 でレオンが本来だったら座るために用意されたはずだった机。こっちは？あ、いけない。うん、意外と不便だな。確か前ここら辺になんかね、あったんだけどね、あの人形ね。ないね、ちょっとね、あのアサルトに頼りすぎだ、ちょっと。おっと、行ったそばから来て、あれ当たってない、危ね。
アサルトに頼りすぎだな。俺ちょっと待って、お前生きてるだろ絶対お前生きてるだろ絶対かっ打つなんてやばいよな。本当だよ。もうでもしょうがないよ。もうもうあれ警官かい、で警官かいと呼んでいいのか分からねえレベルの違う生物になってるもん。署内やつら、署内の配置置き換えによる部品の移動について報告します。9157、はい、違う9157じゃない、9157だ。いや書き方ミスった9157、よし。左に、あ、あ、違う違う違う、そうだ、左、オッケー。ちょっと待って、書き間違えていい？俺左右のこと石って書いちゃった石って書いちゃった、ミスった。あそこのの多分はあれなんだよ、なんだろう、さっきね、あの、のオフィスとは多分違うと思うんだよ。俺の予想では。一旦ちょっと後だけどね。さっきしれっとセーブしちゃったけどね。さっきしれっとセーブしちゃったけど。カメラが奴らの弱点ならこっちのもんだ。カメラが奴らの弱点。ああ、じゃあ閃光持ってた方がいいのか、やっぱ。閃光持ってた方がいいのか。取り出すのが、すごい速い速度だった。なん、レッドハーブ2つはいらんな。何度も往復するようで悪いっすけど、ちょっと1つは置いとこう。一応予備ね、予備。さて、お、ガルドス、スターズオフィスはその先だ。はーい、了解。大丈夫かなあの人。ああちくしょう、塞がってやがる。ああそうだね、これはまあしょうがないよね。ゾンビが来た時のためのいわばバリケード的なもんだよね。相棒への手紙、ヘクターへ。この目をよく読んでるってことは俺もすでに死んでるはずだ。もしもロッカーから物語が来たら絶対に来るな、約束だ。お前が身寄りに行ってる間に俺は向こう側に行くための血を絞った。それで思いついたのが爆弾の壁を壊ってやり方だ。物はある遺言にセットめてきた。だが起爆するため電池がない。備品保管庫に片付けちまったかな。だから俺は保管庫の鍵を持った。お前を追って3階に向かったんだ。だからシャワールームを出てすぐに襲われ噛まれた。すぐに気づきちゃ洗った。さっきからおかんが止まらない。ロッカーを開けるんだと書いて意味が分かったな。俺のことは気にする、一刻も早くって言ったりしろ。お前の相棒ウェス、通信貸してた。だ600ドルは返さなくていい。で引っ越し祝いと思って受け取れ、幸運を祈る。相棒、いや、あ、そういうことか。いやー、これ確かね、前あれだよね、あのレオンのね、あのストーリーのね、 RE2 の時はここ壊れてなかったもんね。やっぱあるの。あ、よかった、組み合わせておこう。よし、行くか。で、どこ行けってスターズオフィスに用があるけど行けない。もうそれだったらあのさっきのタイラントみたいなやつがぶっ壊してくれるといいのが一番ありがたいんだけどさ。よし、じゃあ一丁ぶち壊してやるか。まあ一応ね、まあとりあえずここに置いとこう。あの、今持ってても意味ないから、電池取った後に、ね、回収してまたをつけりゃいいから。てか、なんならそっちの方絶対効率いいし。3階のどっかっつってた。何これ、ん、使い込まれた。え、こんな鍵、あれこんな鍵、あれ ?RE2 の時にゲットしたっけこれなんだっけなんだっけな、これ覚えてない。もうクソ D がなかった。バンあれ、ここで終わりか。待って、お前大丈夫か。
障害物だった。どうすりゃいいんだって。ビヒ、おお生きてるんかい。いってな、おにゃろぼげ、おら。やんなかくすが、おら。頭かぼちゃにしてろか。おら。お前倒れたやつはもう信用してねえから俺は。でどうすりゃいいんだ。ここじゃないのか。一旦戻るのか。で行けないしよね。行けない。あ、備品保管庫ここか。ここの鍵のことなのかな。ちょっとね、一旦帰宅して。あ、で、で組み合わせて。で、一つは預けとこう。よし。ここはね、あの、ね、タイラントでも、ね、取れなかった場所だから。待って。よし。おお。行くぜ。ちゃー。痛いよ。ガハハハ。痛いよ、カス。カスが。痛い。痛い。攻撃しろ。よいしょ。お前、強すぎるだろう。お前、硬すぎるだろ、どう考えたってよ。マジでどんだけ勝てんだよ。マジでそのしぶとさだけはマジで認めるよ。本当にその一丁の硬さまではマジで認めるよ。捨てちゃおう。もうあいるだろ絶対。なんでお前ここにいんだよ。不用意すぎるだろお前。104106、多分外されてるだよね。106を開けといて、10、違う、1098、どれ、間違えた、違う、どれ、最初からもう見に行けばいいって分かってると思うんで、当たってた。じゃあ2の方見とこう。203わかんないでしょ。208ダメ。2はどこもなしだ。え、じゃあこれ持ってくる必要あんのか。1、あ、104だもんな。だって104、はい、よーし。で、電池こ、あ、ここにあったのね。ありがたく。アサルトライフル、ありがたく。そして爆弾。ありがたいね。本当だよ、ありがてえよ。ん？音がするぞ。あった。グッバイ。で、ここにアイテムはもうないのか。あ、やっぱ RE2 ね、と違ってやっぱ。簡潔に進むようになってるから。なんだ ?DCM。はーい。DCM。はい、覚えとこう。じゃあ、行こうか。いや。絶対来るぞ。リッカーが。でも、リッカーな、先行。リッカーじゃねえのかよ。寝とけ寝とけ寝とけ、おねんねしてね。おい、死んだ。一発二発撃ってちゃんと確認する。これは下打ちではない、確認だ。これはこれはね、正当防衛。これは正当防衛だ。
で、ここの DCM 何が入ってるかな。大当たり。さて行こう。さて、いや多分あのデカ物が来ると思うんだよ。さすがに、さすがに使い方を。ノー、ここじゃこれ以上の情報収集は無理だ。そっちに向かう。了解。大丈夫かな。嫌な予感しかしないけど。さて、で、おっつけて3秒。3秒短くない？近くない？別に、威力高いんだったらもうちょっと離れてもよかったんじゃないの。おうおうおう、団体様だ。ん？なんだ？あいた！いたい！あいたい！ちょっと待って、焦って。はっ、くれてやるよ。すごっ。そうは分からない、順番だ。ん？すごっ。え、なにこれ、いらねえじゃんこれ。あ、いや、さすがにいるのね。痛い痛い。逃げる逃げる逃げる。おい、ふざけんな。おい、死んだよこれ。死ぬだろあれは。あれは初見殺すぎるって。あれ、上のあれまだ開けに行かないといけない感じ。まさか、そんな、まさか、まさかだったわ。マジか。あれどうすりゃいいんだろうな。リッカーきつすぎ。リッカー、あの状態でリッカーはきつすぎやって。てかあれなんだよ、多分あの爆発の衝撃で多分こっちのタンクが壊れるんだろうな。おかげさまで、なんか、通りでね、逃げられねえなと思ったら、こういう意図があったわけね。はぁ、あ。さて、次はそう簡単にはいかないぞ。あず。はぁ、あ、一回、なんか、一回ワンバウンドしたぞ。ん？すごっ。ちょい、グッバイ、おやすみ。さすがに爆発のあれには耐えられねえだろうよ。またこいつかよ。見つめちゃ、目と目が合うぞ。いや、ちょ、待て待て待て、なんでリッカーはそいつに、こいつに反応しねえんだよ。あぶねえ、走れ走れ走れ。よーし、入ったもん勝ちよ。ん？なんだ？なにこれ？バード博士。やっと繋がった。私が何か呼び出したか分かってるのか。もう心配ない、助けてやる。今どこだ。病院から出られないでいる。私は化け物ばかりで身動きができない。スタンスをよこせ、出ないとどうにもならん。いや、警察は今それどころじゃない。なら何か策を考えろ。アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。ゾンビ化を治療するワクチンの作り方を知っているのは私しかいない。選択肢は2つだ。そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。面白いやつだ。苦手なクソ野郎だな。それよりバードだが、
引き渡した後に消されるんじゃ。俺らはミッションで来てる。従うしかない、うん、俺は PC でバードの居場所を調べてみる。さて、じゃあ俺は何をするんだ。時間がかかる。お前は使えるものがないから見てくれ。はーい。あれ、ああ。なんだっけ、誰が残したもんだっけ。あ、もういらないの。ブラッド、ごめんね。ブラッド、ありがとう。お前のことは忘れない、きっと。あー、まったく災難だ、災難。こんな災難が重なるとは思わないだろう、誰だって。やだよ、ないよ。ちょっと待って、だー、進んじゃった。ん？脱線した？怪我人は？ジルか。おい、マジか。あ、ジ、あ、ジル、え？ジル、ジル、何があった？ジル、答えろ！え？悪い、行かなきゃ。わかった、バードは任せろ。え、あ、え、4時43、夜中、何が起きたの？え？え、っていうか、え、ちょ、断線したのすごい、それもそうだけど。え？ジルよく生きてた。お、もうここまで来たらなんで生きてるのかも、さあ、不思議でしょうがねえよ。ジルが生きてることが一番信じらんねえよ。うん、よく生きてたな、ほんで。私だけ全滅っていうわけか。悲惨だな、こりゃ。キー、重い扉。さーて、こっからまたジルの視点に戻ってやるのかな。カルロス、聞こえる？カルロス。最悪、通じない。しょうがないな、これは。なんかいろいろあるな。マインスロアだ。何それ、かっこいい。え、何？え、ちょ、え、え、何？え、ちょ、え、グレネードランチャー用の弾薬、発射と同時に自らの推進装置で飛翔し、目標に向かう。着弾後、振動もしくは、一定時間経過すると爆発する。ああ、なんだろう。次元式みたいなやつかな？たまにしやろうどものしなびた物が生かした大砲になるホットな情報をくれてやる。お、そりゃ、ありがてえぜ。相棒、アンブレラ開発弾、新型弾、マインスロー弾をもう試したか？こいつはそう、最高だ。お前のお気に入りのあの娘よりもな。娘いない。俺に娘はいない。だが数が少なく扱い方も難しい。まずは徹底的にこの敵を頭に叩き込め。マインスロー弾は必ずグレネン長、グレネン長、グレネードランチャーにセットして使え。壁や壁、地面に向かって撃てばくっつくぞ。敵がつくとセンサーが感知して起爆する。敵の進路に設置すれば即席地雷のデカルってわけだ。デカブツ相手に腕づく禁物だ。できる男の敵で骨抜きにしてやろうぜ。つまりこれは、ああ、また持ってきねえや。これは、あの、なんだっけ、あの、あいつに通用するんじゃないか。あの、タイラントみたいなやつ。いや、その言い方が合ってるのかわからないけどね。あいつに通用するんじゃないか。さて、いや、これ持っておいて、キーピックここで使うのか。まだ、んー、とりあえず今回はここまでにしようかな。ちょっと多分ね、この後ジルがもしかしたら何かに襲われるのかもしれないし。まあ、あのね、カルロスのあの会話の感じからだと、急に通信が途絶えたみたいな感じになってたから、ね、多分その後、その、ね、そうなるまでの物語が多分ね、描かれていくんですけどね、ちょっと今回はここまでにしたいと思います。では、
次の動画でお会いしましょう。では、お疲れ様でした。では、失礼します。